ノクル株式会社の増智子です。マスク規制が解除されて開放的なムードが広がっています。同時にもっと自己表現したい、新しいものにも挑戦してみたいという意欲も高まっていきます。23年秋冬のトレンドテーマは3つあります。1つ目のテーマはエボリューションです。エボリューションは雨や風、寒さといった変わりやすい気候に適応し快適に過ごせるファッションです。ダウンジャケットやマウンテンパーカーといったアウトドアのアウターをショート丈ですっきりと都会的に着こなします。ラグソールやサイドゴアブーツ、ボディバッグなどアウトドア風の小物をスタイリングします。2つ目のテーマはデジタルです。デジタルはエッジの効いたロックスタイルにデジタル特有の色や光の効果を取り入れます。サテンやクラッシュベルベットのような光沢感のある素材、そしてデジタル調のモーブ色をアクセントに効かせています。この冬はブルゾンタイプのアウターが広がります。特にレザーブルゾンは注目のアイテムです。3つ目のテーマはフレックスライフです。フレックスライフはプライベートと仕事の境界が曖昧になった今のライフスタイルに適応するファッションです。シャツやジャケット、トレンチコートといった仕事のためのアイテムにカジュアルなデニムをプラスします。今シーズンは特に赤やピンク、バイオレットといったフェミニンなカラーに注目です。また黒の囲み目メイクや先の尖ったロングネイルといったロックなムードも現れています。一方で90年代風のナチュラルメイクも復活しています。素肌感がありながらもシルバーやパールのハイライトを効かせてより現代的に表現します。メイクにも安心感のあるナチュラルメイクと強い自己表現の二極化が見られています。なんかこうマスクを取ったりとか、なんかやっぱ自分の顔を全面的に出したりとかする機会も増えてきて、なんかリップの色だったりとかもすごくなんかチャレンジするとか新しいものを買うっていうもののなんか意欲もすごく湧いてきたので、それとプラスしてやっぱりなんかカラーでもなんかこう遊んでみたいだったりとか、自分に似合う色をもっと見つけていきたいっていう人がすごく増えてるなと思います。やっぱりこういつもと違う自分になりたいだったり、あとはこう今までとはまたちょっと違うデザインをやっぱ求めてる方が多いなっていうのがあって、もっとワンポイントでもっと可愛くなりたいみたいな印象のことを話される方が多いなと感じてます。今までやってなかったことに挑戦したりとか、こう旅行に行くっていうなんかちょっと外交的になるみたいな感じのがすごい最近は聞いてて多いし、私もなんかそういう気持ちのテンションだなっていうのはあります。イメージチェンジだったりとか、今まで自分がしたことないジャンルに飛び込む方が多いと思うので、なんかこれからのマスクが外れる機会が増えた時に新しい自分にチャレンジする方たちが多いんじゃないかなって感じます。なんか今まで挑戦してこなかった髪型にすごい挑戦したりとか、まあ、髪色髪型もいろいろこう変えたくなる方たちが多くなってきているので、停滞していた髪型スタイルずっとこう変えていない方たちが大胆に変えたりとか、まあ、ブリーチだったりとかバッサリ髪を切る方たちが最近は増えていると感じます。カットの方でもレイヤーをすごく顔周りに入れる方が多くなったりとかで、やっぱり気持ちの軽さとともにやっぱり髪の毛にも軽さだったりとか動きのニュアンスが欲しい方っていうのがどんどん増えてるなっていう印象があります。最近はウルフカットがする方が多くなってきたりとか、レイヤースタイルで少し軽めにする方も増えてきたので、幅広くはなると思うんですけど、レイヤースタイルは流行るかなと思います。顔周りのデザインだったりとか、まあ、レイヤースタイルは引き続き人気なんですけれども、まあ、今日のモデルさんみたいに、まあ、重めだけど、重く見えすぎないような、シルエットが人気かなと思います。なんか海外のスナップみたいなちょっと軽いラフなスタイルだったりとか、まあ、柔らかくてふわっとさらっとした感じの質感が秋冬のちょっと重ためのファッションとかにも合うんじゃないかなと思ってます。レイヤーデザインっていうのが結構人気になるかなと思ってて、顔周りをしっかり切り込むようなスタイルっていうのが結構人気になってくるかなっていう感じがします。
メリハリのあるチャレンジングなブレンドカラーというか、コントラストのあるカラーを求める傾向が多くなってきたのかなと思っています。色味の上で増えてるなって感じるのはよく使うのはパープル系ですね。まあ、でもハイライトがこう見えるしっかり見えるようなデザインっていうのはやっぱり多くなってるかなと思うので、重くて軽いみたいな、重くて透け感みたいながすごい融合してるカラーがやっぱり秋冬でも人気になるかなと思います。カラーリングだと2色入れることが多くて、まあ、特に明るめと暗めでだいたい3トーンぐらい差をつけたコントラストが入るカラーリングがとても多いなっていう印象になってきてます。こう3色とか、4色とか結構多色使いをして、カラーしたいっていう方がなんか増えてきてるなっていうのはあって、何色かを使って締め色でデザインするっていうカラーが、トレンドになるんじゃないかなと思います。今年は暗い色だったりとかはっきりしたお色味とかが増えて、そこに少しポイントでデザインが入るようなスタイルが多いんじゃないかなと思います。お肌に馴染みやすい暖色系のカラーとかは多いと思います。暗髪に毛先の方だけブリーチしてハイライトみたいな形で入れたりとかは結構多いです。なんだろう、ポイントでカラーが増えてきたかなっていう気がします。なんか全体的にインナーカラーだったりだとか、なんか前髪のここにデザインがあったりとかっていうのがすごい多いかなっていう思います。